皆さん料理してますか？やっぱり一人で住んでるとよくね人に聞かれるんですよ。自炊してる？って聞かれるんだけど、自炊って書くぐらいやからご飯を炊いたら自炊ですか？納豆卵かけご飯は自炊ですか？肉を焼いたら自炊ですか？ UFO をちゃんとお湯を沸かしてるんですけど自炊にはなりませんか？ UFO と白ご飯を一緒に食べたら自炊ですか？早食いなんですよ。30分かけて作ったものをもう3分で食べるんですよ。図工とかでこう作品一生懸命作ったらずっと取っときたくて捨てられないタイプなんですよ。もう自分で30分かけて作ったものを3分でぶっ壊すって、もう本当になんかもう意味が分からなくて。つまりまあいろいろ喋りましたけども、料理したくない系男子のクッキングのコーナーで、今日は初め何を作るかというと生姜焼きです。生姜焼き、おい、こんだけ言っといて焼くだけかいみたいなもんかもしれないですけど、まあ、ちょっとずつジャブでやっていきましょう。いきなりすごいのやったら多分もうやりたくなくなるんで。こうしたらないみたいだよ。包丁です。赤身と脂身の間にある筋に切り目、白いところと赤いところにこう溝を作ればいいんでしょ、架け橋を作ればいいんでしょ。筋ってどこ、カイトってくれんと分からん、ちゃんと筋の場所。肉ベタベタするけ嫌い、触ると。あ、やばい、切れる、やばい。筋切れてる。え、どこが筋、こういうこと、え、こういうこと、ちょっと待って、どこが筋。できました。切り目を入れてやりましたよ。ちょく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 。肉に酒と酢を揉み込み、贅沢やな。冷蔵庫に10分入れる。あー出た、待つやつ。どん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 。お酒がですね、大さじ1杯、酢は大さじ2杯。大さじって 30cc ぐらい。酒と酢です。酒と酢。あ、大さじって書いてある。これみんな安心して、絵のところに大さじって書いてあるから。酒大さじ1、タプタプやろ、表面張力ぐらいやろ。おお、酢が小さじ2、小さじ2。ああった、この4家族。こいつでかすぎん、これ何さじ、これ超大型さじやん。え、大さじ、小さじ、中さじ、ん、まあいいや、一番小さいやつが小さじやろ。ちょっとずっと酒に浸からしとけ、肉が酔う。酢は小さじ2。こう煮込みます。やだ、直接触るのやだ。あー気持ち悪い、あー気持ち悪い。酒と酢と肉、気持ち悪い。酒と酢と肉、酒と酢は山へしばかりに、肉は川へ洗濯に行きました。飲み込めた感あるぞ。ちょっとな、はい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 、はい、ここに入れます。この間にですね、生姜タレを作ります。醤油小さじ4杯に生姜のすりおろし2かけ分。かけって何、かけら。チューブは小さじ2分、小さじ2分、小さじって1ミリ、1ミリリットルの2分、0.2 ミリリットルの、え、絶対違うやろ。え、もう全然わからん。もう生姜すき焼きいっぱい入れよう。小さじ4。絶対少ないやろ、4。あ、冷凍食品冷凍庫に入れてなかった。生姜はもうこの人を使います。便利だよね。小さじ2分。少ないやろ、これ絶対絶対少ない。これ小さじの量間違ってるパターンやん。さあ、これでね、もうブリンブリンに柔らかくなったはずです。テリテテリー、パッパッパッとかけるだけ片栗粉。これマジ必需品と思って買ってきました。これ絶対いると思った。これパッパパッパかけたらいいんですよ。で、あ、でんわ、そりゃそりゃでんわ。いけ、おお、いいね。
なんかクリスマス感あるやん。あーなんか絶対、あ、これうまくなる気がしてきた。あーこれちょっと今までで一番いい気がする。初めてやけど。8割焼けたらあいつを投入し絡めます。少なっ。あ、お前ばっか買ったやったらいかんて。なんかもう出来上がってね。できました。いい匂いよ。キャベツとか買えばよかった。第1弾完成、イエーイ。手を合わせてトゥーザスカイ、いただきます。うまっ。めっちゃ、うまい。まずいっていうリアクションをオチにしようと思ったけど、うまい。片栗粉すごいね。表面が柔らかい感じになる。うまいし、普通にうまいわ。米欲しい。ごちそうさまでした。今日でも片栗粉の凄さを知ったな。